皆さんこんにちは。こんにちは。マイグルの久しぶりです。あぼあぼ。ボンちゃんです。はい。はい、ということで、やってまいりました。今回も引き続き小物クラブ、ジャックニクラスコースさんを回らせていただいております。ありがとうございます。小物クラブさんはね、三重県にあります、はい、ゴルフコースになってます。ぜひね皆さんよかったらね愛知の方とか、はい、まあ、大阪の方もねおそらく、まあ、来やすいかなと思います。インター降りてすぐやったね。すぐやったね。うん、ほんまに 7,8 分かな、はい、やったんでアクセスかなり良くて、まあ、コースも、ね、戦略性があって、はい、で状態もかなりいい感じなんでぜひ皆さん来てください。雨でもねこの感じなんですごいグリーン綺麗なんで、まあ、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。で今回は小物クラブさんをねあの僕ら2人でマネジメントをしながらこう攻略していくというコーナーになっております。ぜひね今後の皆さんの、ラウンドの上達の、まあ、ちょっとでも、ね、手助けができればなと思っておりますの で、はい、ぜひ見て帰ってください。よろしくお願いします。それでは5番ホール初めては初めてなりに攻略しましょう。はい、ここは右の OB が意外と近いね。はい、一休さん。一休さんです。193ヤード。ちょっと雨グリーン転がる。ただ、まあ、雨でちょっとやっぱ飛ばないかなこの雨は。なんか今日はちょっとあんまりここまで回った感じやっぱショートアイアンはちょっとねフライヤー気味でちょっと飛ぶんですけどロングアイアンとか長いクラブはやっぱり飛んでないんでここは大きめのクラブで5番アイアンでいきます。ピンが真ん中なんでもう真ん中左行ってもいいかなぐらいで打ちます。これ完璧や。ちょっと手あるわ。あとは距離 OKOK。 ちょっと奥転がったかから奥からぐらいですね。奥6でいけます。おお飛ばしはバンカー手前バンカーピンのラインやったら175とかで超えるんで。はいはい。で僕こういうシチュエーションで、ね、左飛ぶんですよ。なるほど。左飛ぶっていうことはフェース立つんで距離出るんで、はいはい、ピンの左行ったらねグリーンないんですよね。そうやな奥行ったらあかんな、はい、ピン右はグリーンが奥に長くなってるんですけど左が短いんで多分僕左打ち込みたくなるんで6でピンの10ヤード手前でもいいと思って打っちゃいす。って言ったら右くんかいこれは弱いね。そういうもんです。あああれは目玉じゃないやろあいいねゴルフ楽しんでるね。ゴルフそれがゴルフですよ。今ウィークにしてて、うん、ウィークっていうかストレートにグリップを握るようにしてるんですよ、はいはい、特に左手を、うん、で今までフックグリップやったんでああいう時フック系強くなるんですよね、うんうん、だから左に振り抜くのが嫌になってくるんですけど左振り抜こうと思ったらやっぱ癖でこう左振り抜かんかったんですね。それなんでウィークにしてるんですかボンちゃん的に。左に振れんくなるから。あーフックやと。そうフックで左振ったら左飛んでいくんですよ僕。なるほど。そうそう前まで右出してたからボール、うんうん、その出玉を左に持ってきたら左飛ぶんであこれあかんなと思ってもっと左に振りに行く環境を作ってあげようと思った。その軌道を変えるにはそういうことな。そうそう多分フックで左振ったらちょっとアウトサイドから若干アウトサイドから来るけどペースがその分かぶってくるから左出て左曲がる感じ。そうそうインサイドアウトを直す過程でグリップをちょっとウィークにしてる。そのウィークにするのが目的じゃなくて、うん、インサイドアウトを直すようにするにはやっぱ軌道を変えたいんで軌道を変えてボールをまっすぐ飛ばそうと思ったらちょっと僕はウィークめ。ウィーク、すごいね。ウィークっていうか普通やねんけど。いやでもグリップ変えれるのはマジですごいな。おお刺身耐えた。耐えたね。いやでもここ砂柔らかいな。うん、だから目でもなりそうやったもんな今の。兵庫県にもね、うん、そういうゴルフ場あるじゃないですか小野東洋って。小野東洋とか太平洋クラブとか、ね。転がって入ったはずやのに目玉なの。なんで？あるな。ウッドやんな俺ウッドで打ったやんなあるある。あれ難しいよな。でここでもその匂いちょっとするな。匂いしてる。いやでもなんか来たらまあまあ狭いな。狭い狭い。パッと見広かったけど左とか OB めっちゃ近いもんな、うんうん、僕の
距離で左ちょっともうちょいこうがっつり引っ掛けてたら OB 引いてる可能性もなくはないな。エッジ越えたとこが下り傾斜やからそこを落とさな奥まで行っちゃうな。僕はスピンで止めるタイプじゃないんで。なんかでもダラダラ転がっていきそうやで。うん、こっちからピンは受けてたんで下って受けグリーンやね。あんまこう繊細さはちょっと求められへん。意外と難しくはない。ただキャリーやね。エッジ越えたとこにキャリーを落とせるかどうか。ちょっとオーバーしても受けてるから止まると思う。 5,6 で止まるやろ。完璧。あっ、バンカーうますぎやろ。うますぎ。耐えた。これはうますぎるわ。レベチです。いや、あのピン受けてたんでね、キャリーが出ても止まるっすね。ただ今のもうキャリー出したらあかんと思うと難しいから、エッジからピン手前の間やったらキャリー出してもよかった。あれがダウンスロープやったら奥まで行っちゃうけど、ピン手前がもう受けてるって分かってたらちょっとキャリー出しても大丈夫と思って打つと。今初心者の方ね、やっぱあの今のボンちゃんなんか綺麗に打ってるように、まあ、見えるから綺麗に打とうとしてる人がめっちゃ多いんですけど、やっぱりね、あの基本は砂をしっかり取る感じですね、うん、砂ごとこう取っていくイメージなんで。だからね、あの綺麗に入れようとせずに結構砂をしっかり打つけど振り切るみたいなイメージで振ってあげた方がバンカーで悩んでる人はいいと思います。今の状況なんかも多分ね、クリーンに行ったら奥の OB とか行っちゃうんで、結構ね砂をしっかり取ってあげる意識を、まあ、初心者の方はねしてあげてほしいなと思います。バンカー得意な人はねそんな意識しなくていいんですけど、うん、ちょいすら下り、ここはちょっと速そうやね。この辺通過したら最高かな。その辺出たらか。そんな曲がらんかな。いや曲がるか。そんな速ないわ。ちょっとスピード出てない。あかん、あかん。何をしてんねん。マジで何をしてるんだ。これはまっすぐかな。もう振り返るの後にしてしっかりまっすぐ打つ。うわー、うわー、いらねえスリーパットやなこれ。いいパットやったけどな、今の。曲がったな。ちょっとカップ狭くなってるね、そこ。最悪や。うわ、今のは大悟さん。大悟さんでございます。雨あるあるや。雨急にショートするから。顔を上げない。左でも顔を上げないんや。OK、ナイスパー。耐えた。これは素晴らしい。ナイス耐え。太鼓さん。なんで？太鼓さん。あれです。僕の親の名前です。ああ、そうなんです。喜んでるわ。アコウの太鼓が。アコウの太鼓さんいっぱいいそうや。アコウの太鼓が今大喜びです。マジでティーショット完璧やったから悔しいな。ダメですね。いやいや。まあでもこういうことがありますからね。しゃあないわ、ちょっと。グリーンが思ったよ。雨なんない、ああいうの。うん。僕今ね、距離感出えへんからね。ああ、でもだいぶ良くなったよな。うん。で、セカンドパットも別に打ちたいとこ打ててるし。うん。なんかでも、長尺を一回、まあ僕、挟んだね。挟んで、うん、こうなんか、すごい思ったのは、もうなんか、向いてる向き、うん、で、大体、もうほぼほぼ 80% 決まるなって思ったんですよ。で、あの、ライン、あとライン読みと、うんうんうん、でも入らんものは入らんし。そうやね。で前までそのなんかどこ向いててもこうちょっとコントロールしてこう入れて、うんうんうん、ラインに乗せてあげないとっていうのがあったんで、うんうんうん、そこはなんかその長尺を持ったことによって割り切れるようになりました、うん、なんかもう構えたところがそもそも違ってたら、うん、もう構えてる時点で入る確率はだいぶ減るし。そうやね、うん、ライン読みと、うん、向いてる向きが合ってないとね。あと構えた瞬間にコロコロ変えてたら一生悩むよね。悩む悩む。もう決めて入らんとあかんやん、ね、そう。意外とこれ見た目以上にボンちゃんこれ、はい、見た目以上に短いホールですね。3、4、6、まあ、こういう時にいかに忘れて次行けるかやな。
そうや、やっぱそこの切り替えもプロが頑張ろう。プロの技やな。スプーンで、はい、左のスプーンでもガチンとフルショットしないです。左ギリギリいっちゃうんで、ちょっと抑えめのスイングで、ハーフスイングぐらいのイメージで打ちます。横殴り、あくまでも僕は調子悪い。バッチグー、ありがとうございます。完璧やん。うーわ、そう、何飛んでない。いやいや、そん行かへんな、やっぱりラン出んよな。出へん、全く出へん。欲を言えばね、ちょっと二遊よりは飛ばしたい感じなんですけど、ただね、なんかスプーンでバッチン当たってちょっと左目行ったら、なんかセカンド狙いなさそうなんですよね。左の林が邪魔になりそうで、なんでちょっと冷静に、さっきもボギー打ってるから、しっかりバーディーチャンスもう一回作ってバーディートライしていきたい感じでございますので、ちゃんと刻みます。ニュー、あ、ちょっと下から入った。オッケー、ダークなところに行ったな。ダークな手前、いや、ダークなところじゃない。あ、これちゃうかったわ。パトランプ消灯って、隣のホールとの安全やったわ。あ、そういうことね。これ皆さん、あ、申し訳ない、ちょっと僕たち完全に前の組がいないと打っていいんやと思ってます。ここやな、その隣が。申し訳ない、もし皆さん来た場合は、はい、関係なかったんであれなんですけど、まあね、来たらちょっと一応そういうルールらしい。まあでも結構今のところはなかなかティーショットが難しいですね。これフルバックか何ヤードぐらいなんですかね。結構距離はあんまないんじゃない？7000ない？7000ぐらい？6958ぐらいか。まあそんくらいじゃないですか。ちゃんと最後の一桁まで行きましたね。もう知ってるやん、それ。知ってる人もいいかね。いや、やっぱ距離、仮にめっちゃ距離あったら、うん、今ちょっと短いホールようやく来たじゃないですか、はいはい、それまでは結構そうやな、420何歩とかやったから、うん、で、こんなんね、そう、狭いし、距離長いしで、うん、ちょっと振りにくかったけど、そうやね、ようやく短いホール来たなと思ったけど、ここもやっぱ完全に刻みやね、狭い、うん、あ、よかった、俺ニュー持っててよかったわ。そうやったら飛び込んでたね、余裕で行ってましたね、うん、なんか思ったより近かったりするな。そう、だからここも難しいんが、刻むんやけど右バンカー効いてるからね。そうやね、ここは完全にいい具合にダフりましたね。ちょっとワンタッチ入っていい具合に左引っ掛けれましたね。いや、チャンスホール取っとこう。大雨でございます。最近マイゴルフ雨多いな。雨多い。他晴れてる日めっちゃあんのにな。あ、ちょっとこれカジュアルですね。はい、皆さん、これ立った状態にも水が浮くんで、この場合はカジュアルウォーターハザードの処置受けれます。ただし近づいたらダメなんで、おそらくこれで言ったら水浮かないところで一番近いのって言ったらこの辺りかな。この辺りか、この辺りや、この辺りも浮くけど、ギュッて踏んだら浮く感じですね。こっからですね、こっからワンクラブ2ヤードぐらい下がったのに155ぐらいになりましたね。からワンクラブ、ちょっとライのいいところに、よし。ちょっとこれね、ショートアイアンなんでフライヤー系の球になりそうなんで、9番アイアンでいきます。いやー、右か、ちょっと手が早かったね。へい、はい、あざっす。9番アイアンで139ヤード。ピンのとこでなんか傾斜えぐそうやねんか。ピンのちょい右でもいいね。これ右すぎか。でもドローせんな。うん、よし、ナイスオン。すいません、ちょっと目土後半やりますんで、はい、ちょっと目土袋がね届かないんで申し訳ないですけど、後半、前半の分しっかりします。はい。1ホール5個目標で。結構な、入れてるけどな、土。え？
普段は結構入れてる。あ、普段な、まあ、目辻職人ボンちゃんなんで、うん、いやちょっとショートしたからグリーン乗ってくれてるかもな。ピンの距離まで打ったらここも左右が狭く、うん、こう長いグリーンが横に斜めに使われてるからちょっと幅が狭くなっちゃうよね。すごい考えてますね。いやいいコースよな。これも僕も左は行ったらあかんなとは思ってました。難しそうやったな、うん、左多分ね下りになるんで左外したこのあれ見えてた傾斜。あ、傾斜見えてたよ。えぐいよな、うん、出てるんかなグリーン出てるんかな。あ、乗ってるわ。あれ1個乗ってるけど、あれボンちゃん、え、どうやった。ちょうどボンちゃんとね同じ方向ぐらい行ったんよ。え、ダフった。いやいや全然ダフってない。あ、じゃあ俺かもしれない。いや俺距離弱いね。あ、弱いんや。ほんなら俺奥か。あ、奥にあるか。言うて俺のちゃうかったし。いや、あそこあるわ。うわ、これちょっとむずいぞ。ほんでちょっとグリーンやばいな。浮いてきてるちょっと足使えないからもう浮かすしかないね。これは今日みたいな雨の日はちょっとクッションは使いたくないですね、できるだけ。なんで行くしかない。ただ下から入ったら終わる。ちょっと開いてダウンブローに打って弱い球で60度弱い球でもうちょっと、いや止まったけど、まあ OK でしょう。ちょっと開いてランニングアプローチっぽく打った感じです。ちょっと雨えぐいな。こうなってきたらグリーンもね結構スピードがね落ちるんですよね。そこら辺をどう読めるか。カモン。おう。よし。いや、だいぶ落ちてきてるわ、スピード。まっすぐかな。なんか全部まっすぐに見えるな。やっぱちょっとフックか。ちょっとフックで読みましょう。曲がらんかったもしゃあない。そんくらいの割り切りが結構重要ですよ。よし、ありがとうございます。よし、耐えました。素晴らしい。あざっす。ああ、やっとこの距離入ってくれた。オーケー、オーケーオーケー。よかった、ナイスパ。方向あれやな、むずいな。え、このピンやとむずいな。むずいな。ほぼ3段グリーンですね、マウンド。まあ手前はちょっと段ではなくマウンドみたいな感じですけど、今日は雨予報やったからもともと高いとこ切るやろな。でもこれ一見左外しても良さそうに見えるけど、こっちから逆目なんで外したらむずそうですね。こっちはちょっとあれやね、ちょっと振りすぎですね、うん、集中が切れそう大丈夫ですか。集中してください。大丈夫、大丈夫。いや、ということで、はい、6番ホール終わったんで、まあ、皆さんマイゴルフはね、あの2ホール毎日を、はい、まあ、継続して頑張っていくんで、はい、まあ、ぜひね初めての方はね、まあ、サクッと見てサクッと寝てください ね。 そうですね。これをサクッと見て、はい、まあ、サクッと寝る、はい、まあ、そういう習慣をつけてもらったら、はい、皆さんの一日もねよりスッキリルーティーンしてスッキリ終わるかなと思いますんで、ね、はい、ではまた次回7番8番ホールを引き続きお送りしますので、ぜひそちらの攻略、皆さんぜひ期待しておいてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。あの、今のうちにしておいてください。ポチッと、はい、ポチッとね。明日見逃さないようにポチッとお願いします。ワンポチできるんで、はい、そこのあなた。ただ。あなたですよ。ただですよ。ただなんで、はい、ぜひお願いします。それでは、さよなら。ありがとうございました。